長の手作りバレンタインを当てろ、キキバレンタイン。おい、クソリアジュ、分かったらすごいな、これこれ分かったらすごない。はい、ということで、キキ〇〇シリーズでご存知でしょうか。まあまあ、何回か聞いたことある。ガキツカとかでもね、やってる、まあ、一回食べて、その後に、まあ、何種類かの同じものを食べて、あ、これが自分が一番最初に食べたやつですっていうのを、まあ、当てる。あー、やだ、やしてます、番組してますよ。それをね、今回はなんと MC アミカ、エンちゃん、今回手作りで生チョコを作っていただきました。アミカ作るの？はい、片手に作れって言われたから。そうそうそう、別にあんま分かんないじゃないよ。普通でレモンだよ、した。今からアマリザにちょっと目隠しをしていただき、最初にアミカのチョコを一口ちょっとかじっていただきます。おお。で、そこから生チョコも3人だけじゃちょっと足りないということで、コンビニのね、生チョコもレベル高いの買ってきました。で、その中で当てることができたら、じゃあなんかアミカから何か一つお願い事を聞けて、ミスったらアミカからビンタ。おー、俺次第でめっちゃ天国チョコだ。ちなみに自信ありますか？味当てるの？味当て。まあまあ、この腹になったぐらいなんでね。はい、ということで早速やっていきましょう。せーの、レディゴー。じゃあね、せっかくやし、女子のちょっと手作りの生チョコ一個ずつちょっと紹介してほしい。お嬢から。お嬢、これめっちゃ可愛い。ラッピングまで。ちょちょちょ、アップ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 。普通の生チョコじゃ足りないと思ったから、ナッツとかドライフルーツ。こっちがドライフルーツかかってるやつで、こっちがナッツ。へぇ、ちょっと暇つぶしに作ったヌガーっていうお菓子。そんなの大したもんできへんから。いや、大したもんはもう、これもう男女グループ男女グループの特権ですからね、これ。おいしい。うわぁ、トリュフ、トリュフです。トリュフやん、生チョコトリュフみたいな感じで。ミスドやん。はい。え、ココアパウダーかけたり、ナッツのかけたり。あ、これ、はい。すげえ、めっちゃかわいい。すごいわ、こう、その手作り感にキュンキュンしてしまう。じゃあせっかくやし、太郎1個ちょっと食べたい。おっ、いいですか。え、じゃあ、はい、あんしてもらい。ああ、あんしてくれるんですか。いいんですか。はい、どう。どう。うまー。売られてるような生チョコトリュフみたいな、ちゃんと再現できてる。そうなんや。すげえ。で、これナッツがついてる。あ、そうですね。ナッツついてるから、もう味甘すぎないし、まあ、めちゃくちゃいい食感。いいね。すげえ。本格的や。これ。どうぞ。うわー、どんな感じ？味。一家に一円欲しい。絶妙。最高や。うまい。えぐい。これめっちゃ美味しい。最高です。そして、本命です。アミカチュワン。アミカチュワン。か、あ、ビスケット。うわ、おしゃれ。あー、おー。混ぜました。絶対うまいやん、これ。今回面白いのが豆腐と板チョコで作りました。豆腐？いや、なんか豆腐混ぜたら柔らかいらしくて、変わって、どちらかというと子供が好きそうな。また違う。え、豆腐？豆腐感は？豆腐で作った？豆腐感ないんですよ。へぇ、分からへん。ヘルシー。まだまだあるから、またうますぎます。すげえ。はい、そしてここからアマリザをより誘惑させるためにフェイクを4つ用意しました。こちらセブンのとろける生チョコでございます。とろける口どけグリーンカカオ生チョコトリュフでございます。これちょっとビスケット感じがあるからね。ガトーショコラ風チョコ。え、ガトーショコラ風チョコ。はい、ガトーショコラ風チョコ。そしてこのコンビニで、あのバレンタイン限定で売ってるちょっと高めなチョコ。はい、はい、ということでちょっと全部出してもろて。はい、ということでこちらの7品の、まあ、生チョコ風のね、用意させていただいたので、果たしてアマリザは全て答えることができるのか。
準備の方はできてますか？いやまあ初めて生チョコやなんで、はい、何かちゃんが作るね。え、生チョコ初めて食った？え、じゃあこれはチャンスちゃうかな。アミカのチョコもすべてこういう感じね、全部同じサイズにしてます。ではいいよ、試食の儀お願いします。いただきます。これ失敗したらアミカ傷つくで。まだ始まってないしな。おいしい、味を覚えといて。めっちゃうまい。ではいきたいと思います。これ1個目怖すぎる。あーうまっ。どうですか味は？美味しいこれ。そうそう。でまあこれはちょっと甘めで、中がちょっとねホロホロというか、はいはい、生チョコというよりかはなんかちょっとビスケットじゃないけど、でも美味しい。めっちゃ好きなタイプですね。先ほど食べた生チョコはどちらでしょうか？今食べたチョコは彼女が作ったチョコではありません。よし、アミカお願いします。アマリーが食べたチョコはアミカのではありません。いやまあまあ、いやここは大丈夫。ほんまに似てるやつ来られたらちょっとやめてほしかったりして。これです。では試食の儀お願いします。うわー、まっきょうに身が普通やかもせんだよね。これはさっきよりもちょっと味が濃い。なんかよりも味濃いわ。なんかもうちょっとなんかとろっとした感じ。あとはチョコチップみたいなの入ってるのかな。何かよりもちょっと苦い生チョコやな。つまり生チョコでも美味しい。今食べたチョコレート、彼女が作ったチョコレートではありません。ええそこの釜えぐいで。ジャッジタイムには早いわ。いいと思うで。今アマリーが食べたチョコはアミカのではありません。ここからは連続で食べていただいて、最後に何番目かっていうのを、僕の彼女が作ったバレンタインチョコは何番ですでやりたい。じゃ今から食べていくのが1としよう。はい。で234とか。はい。待って、それは勘弁してほしい。なんでそんな言うとこ得のさ、歩き方のせい、それか喋り方、四角い足のせいかな。ここから連続でいきます。え、何個連続で？これ1番目。めっちゃくちゃ怖いなこれ。これ1個目です。今のチョコ後から味変わった。次うわどこ負け、最悪や、2台伸びた。同じやろこれ。違うのこれ。では次行きたいと思います。最悪だ。嘘やん。2つ目うまい今の。これは大丈夫、いろんな味が楽しい、美味しい。では4つ目、フルーティー。なんか4つ目いきます。美味しい。これ4つ目。うわうわー、卵うるさ、うるさい。では5つ目。待って、何個あんのチョコ。わかんねや。へえ。目つぶったら、あ、おいしい。では目隠しを外してください。女子3人、僕の彼女が作った手作りバレンタインは何番です？
って言ってもらって。ちなみにどうですか、自信の方は。ね、2と4でもらってます。なるほど、2と4です。ではごめん、ごめん、ごめん。でも当てるわ、待ってな。めちゃくちゃ怖い、この2択。最後それ以外はもう全然違う。アミがハリセンボン叩くか叩く。ではちょっと待って、考えさせて。いけるいける、1と5と3はちゃうぜみたいな。はい、いきます。いけるらしいです。お願いします。僕が食べられちょっと待って。僕の彼女が作ったチョコレートは2番です。感じが分からんけど、あのサクッとした感じがめっちゃ似てる。はいはい、後ろ後ろ。さあちょっと、ちょっと。そういうのいいな。もうそういうのいいな。すいませんでした。